これでいいの本当に君たちは。え、どうスマイル。え、これでいいじゃん。これでいいじゃん。きたー、ペンパイナップはポペン。え、超えたぜ。え、どこ、あれかホール違うな。ジャンプの練習をしてる。待って、スマイルガチでこうやってんの。いや、もう無理や。諦めた。あ、来てる。なんかいつも一回なくなってる。どこどこ連続ジャンプ。あーあーあ、え、どこ。あー、俺水色の卵だったはずなのにめっちゃ緑色だった。え、どこ。そっちじゃない説ない。あるかも。連続ジャンプ。あー、危ない。ふっ、こっち。確かに道間違えた。ふっ、苦労して。なんか動いてる。だー、なにこれ、なにこれ。フェスフィールドじゃないそれ。マップ外。マップ外これ。グリック使うから。そうだよ。あ、これ普通にあれか。めっちゃ前ちゃんと進むじゃん。なんか普通にこれ乗ってくんのか。ああ、オッケー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 。やめた。このゲームちゃんとまっすぐ進むの実は。え、進むの本当に。乗って。え、なんかちゃんとまっすぐ進むな。え、まっすぐ進んだように思い込んでただけ俺らが。そう、そんなことある。見た目卵だからって。確かに卵がまっすぐ進まないっていう先入観はあるよね。あ、これ結構やばい。あーあーあー、進んでる。よし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 。ああ、行かないで。あ、これやばいわ。どうしよう。めちゃくちゃやばい。やばい。これやばいな、このギミック。やばい、こっから行けんのか。動くかしば。シャー君が見えるぞ、もう。え、マジ？来ました。まっすぐ進んでるな。ここ。ああ、バカ。シャー君見て。あ、いた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 。こっからが。はこいつの旗置いたら、旗も置いてる。いける、もう行くしかねえ。これさ、逆にさ、逆にもうなんかまっすぐ行くとかいう、なんかそういうパターンみたいなやつはね。そこはもう、だからピョンピョンしながら行った方がいいよ。いや、逆になんか転がっていくみたいな。え、それは無理だと思うよ。これ無理だ、これ無理だ。あー、悲しい気持ち。悲しい気持ち、悲しい気持ち。なんかあるぞ。じゃあ悲しい時か。おあ、やばいやばいやばい。卵割れそうな時。終わったー。ああ、悲しい、悲しい、悲しい人いる。はまった。ああ、はまってる。旗は旗。ないよ。なんで。バカめ。ああ。一回引き出しか。引き出しじゃんか。引き出し。あ、振り出し、振り出しを言い間違えたのかと思ったけど。そういうわけではない。あ、来た。これ動いてないよね。待ちます。ここです。ほっ、よし来た。おー、バカー。2画面、そっちとか2画面や、今のはもう絶対。あ、600ライフ持ってここに来ることに成功したよ。ベトラになったの。え、そうだか。そう、今ロール600不足。あ、700族ステグレイブか。今俺移動距離 1000m 超えたんだけど。これ種族値だけで言ったら、多分俺今ちょうどケッキングと同じぐらいだと思う。何680ね。やばい、めっちゃ良かった。ベッドこうだ。ここもね、連動あるから。ああ何度だって。ベッドが上手くなれば、椅子でちょっとミスったぐらいで精神をやられなくなる。技術って心なんだよな、やっぱ。さすがにこっちやるわ。あ、戻ってきた。じゃ無理。てか、あの先を見て、あの先を見て無理だった。え、ここ序の口？この口もしかして全然、だって全然序の口だと思う。見てほしい、そういうの。え、引き出しは違うの？もう引き出しはね、うまくならない。一回行ってたけど、うまくならない。手で掴んで運びたい、もう。あ、完全にこれ積んだわ。ベッド動けなくなった。するみたいな感じだからね、あっちもなんか。え？助けてー。まあ、そこ何回もチャレンジできる、そこは。あ、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 危ねえ。きたー。無理だ、俺は諦めるぞ。よいしょ、よいしょ。ごめんな、トモよ、俺はもう行くよ。やめろ。やめろよ。そこは大丈夫でしょ、また。ナイスナイス。ここは大丈夫、ここは大丈夫。ここは大丈夫。いいよ、大丈夫だ、ほら、それは。ここはまだ大丈夫な、もろはだから。ははっ、雑魚。なんか、でも無言できるようになった。ベッド、だんだん終わってきたな。でもでしょ、うん、やっぱ自分の成長感じる。え、マジで、俺すごい、俺すごい、俺すごい。あ、ほら、気持ちよくなってる。自己肯定感高まるね、このゲーム。すごいよ、これ。わかる。
自信ない人におすすめのゲームだ。そうだね。本当に？なんか自分に自信がないあなたへ。そう。なんかもう別にしばらく卵料理は食べたくないな別に。逆に食べよ。捕食する。こいつらがね、犠牲になってるって考えたら嬉しいな。金時が正義だったのか。あ、そうだ。金時苦労して食べれないもん生み出してんでしょ。フライパンの上の。そう。マジで。焼いてるし、そもそもダメだし。色の時点でキモいもんな、この卵。動いてる時点でキメえよ。セロ言わないでくんない。これ中にさ、ちっちゃいおじさんが入ってると思ったら、気持ち悪かったわ。うん、全然踏み潰したい。より殺意湧いてきた。おさん頑張って動かして転がってんだ中で。なんでおじさんにすんの。いや中も言うから。可愛い美少女とかにしとこ。 おばさんにする。あ、おばさん。多様性のこと考えたらおじさんかもおばさんかもわからない感じの人が入ってる方がいい。確かに。まあまあたまにいるじゃん、これさ、おじさんとおばさんどっちみたいな人が入ってるってこと。これ側面から入った方がいい。これもしかしてシャー君が書いてたやつね、あのボードゲーム。あのね、お兄さんとおばさんの折衷案ね。折衷案か。でやっ、ベッドの縁さ、側面から入った方がいいよねこれ絶対。そうだよって言ってやん。だよね、だよね。よし、来た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 。こっから最後、じゃ大ジャンプ最後ここで行ってみる。うわー、いけないんだ、やっぱそうなんだ。あーやばいやばい。何発動の仕方やばすぎ。なんか本当に人生終わりそう。カイジの序盤ですね。ね、踏むな。いや、ちょっとガチでみんなのためにここ最後の攻略法を教えとくわ。普通に転がってこの先に転がってポーンでいいんじゃない。あ、いいんだよそれで。だからそれをやれって話だよ。だからこの足に乗らないといけないってことでしょ。そう。あ、え、脚立はどうやって登るか教えて。じゃあ脚立はもうなんかちょっと記憶ないわ。いや、一回ずつ止まって手前ギリギリに停止してもう一回飛ぶんだよ。分かってるよ。あー、私言い過ぎだろ。一番最初に最初に高田脚立じゃない。いや、超えてるよ、超えてるけどね。超えてるけどね。今は脚立だよって話。あ、だからさ、痙攣すんだよな、マジで。はぁ、でぇなんかまあ、今どこにいるの。はってぇ。アイクの横必殺。こんな時。天空の、たまに違う声で。はい、超えました。言ったの。はっ、詰まったんだけど。え、すんな、ふざけんな、これ。ベル君、俺見えるもんね。やばい、シャケ、俺も700速だったよ。そこ僕もハマったことあるよ。ああ、それ諦めるおしな。お疲れ。ああ、HP がね。これで HP がどんぐらい増えるか。やばい、ライフ777だ、今。来たこれ。118増える。766。ジャンプジャンプ来た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 。ジャンプ。え、乗り移って、ジャンプ。あ、なんかすごい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 、アスレチック。すごい。あ、綺麗なかかな。そのゲームずっとアスレチックだ。なんで引き出しから行ったの。行った。よいしょー、うまい。うますぎ。あー、やべ、さあ、次のコース。次のコース。次のエリア。次のエリア。次のエリア。よっしゃ、次のエリア。次のエリア来ましたー。次で、シャークの衣装ついで、あ、無理か。うわー、やってるやついるわ、バカが。フライパンどこ？一人行けたからって。そうだよね。あとフライパン。今まで信じてた道を。あるこれ引き出し越えたら結構いけるかもね。本当かよ。あ、これそんな難しくないんじゃない。これジャイアン、よいしょ。あ、むずい。あ、ダメだ。え、ここ1、ここ1ワンジャンでいけんの。いける、いける。めっちゃ消費できるやん。いや、めっちゃ節約できるやん。あ、ってこれ上どうやっていくの。これ逆や。あれ、節子、それ、これ消費やない、節約や。どういう間違いした。これ、こっちか。何した、節子。なんか、ベストエッグをする節子。よいしょ。おかしくなっちゃった。おかしくなっちゃってんね。これ、HP 限りあるんだよな。何入れても面白いもんな、この構文。うっ、節子。うぇ。今の節子。うわぁってやつって。ほっそー。おいいぞ、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 声も細くなってる。はい、
よいしょ。よいしょ。ペンペンあああと1回ジャンプで今、クリアだとは。本当にそれ、福井機能そこが。そこが、そこが一番。なんでそれでさ、メンタル。え、いける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 。え、本当にえ、え、え、いけてる。え、なにあいつ。難しいの方が簡単だわ。え、はい、嘘松です。そんなわけないよ。今までどれだけベッドを演出したと思ってんだよ。それを捨てるわけねえだろ、今更。ああ、そういうやつがね、進めない前に。そういうやつ進めねえぞ、お前。くえ。俺はこっちから行けるっていうことを証明する。キリア、お前はベッドの星だ。やってくれ。どうぞ、俺任せてほしい。俺かもどうぞ。でも行けてるのはあの二人なんだよね。いや、そうだよ。あんなやつの言葉に耳を貸すな。あー、カメラ、もうカメラ絶対にゴツゴツしてる。大丈夫、あいつら一回落ちたらもうさ、持ってこれないよ。見た目以上にゴツゴツしてる。これ2回くらいしたから。何？2回目だぞ、俺。あー、でも俺ライフがないよ、もう。あー、なんでジャンプしないの、バカ。え、あー、ライフなくなる、マジで。なるほど。もう半分だ、このチャレンジ始めてから。お前に線が救えるか。救えます。ジブリオールスターズ、もうこれ乗れないのは末期です。末期だね。ディズニー、いや、一発でいけない。それはミッキー、一発で一緒にいっちゃう。一発でベッドいけない。ちょっとあー、え、ちょっと今度からさ、今度からちょっと一個、俺今ネタ作ったからさ、ちょっと乗ってくんね。今度から俺が、いや、もうちょっとこれは末期だって言ったら、あ、それミッキー返しまっていい。今度から OKOKOK 任せて任せて。マッキー言うとき今後ミッキーの声で言うから、そしたらそれはミッキーなって言うやつ。まあ OKOK 多分言われなくても言うな、それ。ちょっともうマッキーだわこれはっつって、それはミッキー。はい、まだおるかもしれんな。やばい、痩せてきたもん。じゃあ、もう何こっち来てんだよ。おい、向こう行けや。助けてや。だだだだだ。これあれするか、アスレジャンプするか。シャー君引き出しマン？そうだよ。やっぱ引き出しだよな。うわぁ。バカだわ。引き出しとか言ってるやつ。ちなみにガチ引き出しは。いや。あ、ひらひらしてきた。ベッドだ、ベッド時代は。あ、これ全開すんだ。めっちゃコンコン聞こえる、隣から。引き出しのってこと？そう。あ、俺めっちゃ音切ってるかも。あ、俺めっちゃ音少なくしてるわ。このゲーム音あったか。え、待って、キリアン、この板どういったものこれ？え？もう、ぴょんぴょんぴょんよ。ぴょんぴょんぴょん。ふぅ。はぁはぁはぁ、俺天才。やばい。ちょっと待って、もう一発でいけちゃう、ベッド。こんな、え、運ゲーだと思ったけど、こんな、いけることあるんだ。え、引き出しも一発でいけるようになるよ。え、どう思う？そっか、その方がいいわ。やばい、どうしよう。でもこっち来んな、でもこっち来んな。今、転用場だから。え、おもろい、このゲーム。やばい、卵おもろいかもしれない。おもろくなってきた。そこだけだよ、おもろい。そこだけだよ、おもろい。いや、でもね、そこの先おもろいんだよね。この引き出しがいっちゃおもんない。おもんな。わかる？え、その先おもろいやん。その先おもろいよ。しっかりこの命を大事にしろ。こんにちは、ありがとう。これもう最初行くタイミングでさ、未来決まってるよね。こんばんはに、さよなら。さよならやん。もう割とギリギリに行かないと。ああ。ポポポポーン。おはよう。おはよう、なぎ。行ってきます、カンク。なんで今。ん？楽しい仲間を。一番違和感ない AC キャラ作ろうぜ。ああ、やるか。挨拶も結構一般的なもんで、かつ動物の一般的なやつっていうね。ああ、なるほどね。逆に今までどの挨拶だったっけ？いっ、こんにちは、ありがとう。えずにしょ。え？なんて言った？なんて？反論ないなら俺の勝ちだがねえじゃん。なんとか言えよ。ああ、悪くない。あんまり、わかんないわ。神出てきてんじゃん。ドア1700弱。ミームからドーム作ってだけだけど。挨拶なんだもん、ドア1700は。うん。なおちゃんって、ほんとバカだよ、猫。
猫いなかったっけ？猫いないんだ。猫いない。そんだけ。猫いないの。前半長い。猫が短いからバランス取れてるっていうことね。そうそう確かに。なんで猫いないんだろう。あんな。いい加減に白長すクジラ。ああ、綺麗ですね。怖いそう。ごめんなサイゼリア。ルール無視じゃないな。結構無視してんだもん。あいつ話聞いてなかったくね。処す。話聞いてなくてごめんなサイゼリア。よし。黙らせたーなー。処するメイカ。おお。するメイカ。はい来た。アウトだなするメイカ。あーぜーお前のせいだ。金時、俺はもう行くよ。お、え？ガチ？え、ガチ？ガチ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 。え、行った？追放？ごめんなと思うよ。え、終わった。え、終わった？ガチやん。おお。おお。金時、痛い痛い欲しい。ごめんなと思うよ。俺はもう行くよ。居酒屋だけの意気込みじゃゴミだ。お前も本当は分かってるんだ。イリアさん、はじめまして。これどこに行くんですか。あ、卵は落ちてるわ、卵落ちてる。でも俺引きだ。あ、こっちです、こっちです。引き出しの嫌だな。やっぱベテランいるのありがてえな、やっぱ。このベッド見てください。この職場良さそうだな。ここにラインが引いてありますね。はい。ここでまず止まります。ラインの一歩後ろがいい。じゃん。いや、俺前派。え、いや、後ろ派。まあ、これは次にするわ。この辺から。もろ派はないか。あったけあったけ。え、これ普通に行くとどうなの？普通に行くと？いや、それ気になるじゃん。まあやってみてもいいんじゃない。俺もね、いや、そっちを通ったからこそこのベッドが、まあ、そのどれだけありがたいかっていう。そう、わかるんですよ。ずっとしたからこれ。え、そうなの？ある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 。え？いけた？来た？いけたー。わあ、全員集合ついに。ついに全員集合だ。エベルクは今最後のところ。死んだ。あれ？死んで東に向かって。今来たー。スマイル。今の東。東って人もいんの？いろんな浜津が今ルートある状態なの。金時何？もう一回今のもう一回説明して。引き出しは何？ちょっと待ってそこで。聞きたい？じゃあキリアン引き出しのちょっといやいろいろ今研修受けて。キリアン死んだよ。結局どの部署に入るか俺後で決めるから。引き出しは。あ、金時そこ関係ない。前向かいながら。関係ない。行きまーす。ここね。前向かいながら。シャーク。早。何向きながら？前向きながら連打。え、僕わかるよどうやったらいいか。俺のところの下に足元。講習欲しい講習。欲しい。あるな。あるな。なんか、ジャンプしたら、シフトで止まってください。ちょっと、引き出しの、秘技伝授するから、ちょっと、お静かに。引き出しの取っ手の上で、ジャンプしたら、勝手に外側に飛ぶの。そしたら、W 離した方がいい。ジャンプ連打。で、飛んでから W を押す。どういうこと何言ってんの？あ、OKOKOK、分かった。え、飛んだら勝手に外側に吹っ飛ぶからさ。OKOKOK。これだっていいけどさこれなんでこれ思いついたのこれ分かんない誰写真やったやつ誰写真ガチで何これどういうこと意味が分かんないんだけど思ったのなんでこれいけると思った一回なんか木のなんかベッド乗れねえかなと思ってベッド思いっきりジャンプしたらもう一回ジャンプできたのよこうやってああそれは最初にねできた怖いんだけどやってることがそれはねそうとさじゃなんかこれかそれあ、何ここ線に乗って W をしながら W をしながらあ、本当だスペース連打そうするとたまに二段ジャンプやる332だね332構成だね332構成らしい332処理332処理の人もいる今はそれがメジャーだと思う332処理 OKOKOK 上来たよ俺3111処理だったんだけど今まで無理じゃない何言ってんの何言ってんのうわーだだだだこっちで行こうあ、行けたわ、ほんとだすげえ
次死んだらそっち教えに行くね、引き出し。なんか積んだんだっけ。え、これ枕の隙間積むのこれ。あ、積みますよ。はぁ、ふざけんなよ。あ、また乗ればいいからベッド。まあ別にいいかこんな。え、逆に正規ルートちょっと見てみるか。あ、どうぞどうぞ、うん、こっち来て引き出し、正規ルート。あ、違う、騙されんな。ただ俺も引き出し練習したい。ちょっと俺引き出し派閥に入ろうかな。でもこの後はあれでしょ、ベテランが来て教えに来てくれるんでしょ。引き出しベテランが出張しに行く。一回俺もじゃあ、講習の時俺も行くわ。講習の時に卵が触ってくる。一回行くかって。あ、引き出しもうなんか3個ぐらい乱立してほしい。引き出し職人行きまーす。どうも、引き出し職人です。来たー、引き出し職人。俺はさっき言ったよ。3段目にまず引っかかって、で W 押さない状態でジャンプしてみてほしいんだけど、そしたら勝手に外側にジャンプするの。なんかもうバグってるね。バグってるもん、なんか挙動が。挙動おかしい。なんかスクリーンセーバーみたいな動きしてるよ。3段目に引っかかってジャンプをできるようになります。で、3段目に引っかかってジャンプして、3段目に引っかかる。で、ジャンプでいける。ちょっと一回見て、見て、先輩見て。おー、はい。でもね、いや、君もおかしいことしてるなんだ。大概だな。ねえ、ラグってるね。よいしょ。すごい大概だわ。あ、こんにちは。あ、これか。あ、今のか。そうそう、それそれ。それを3回繰り返す。めっちゃ簡単な話。3回繰り返すんだ。そう。こう、まあ、人がいたらできねえよ、うん。はい、頑張って早く行きます。それができない人はベッド。なんか、つぶりしててね、みたいな。普通これ椅子乗るのむずくないこれ。椅子は、いや、いけるいける。なんか座面目指して、左から。いったいったいった。太い方を、太い方を左にして、ちょっと右から。え、つぶり終了。つぶり終了。ちょっと行ってみよう。いけるか、スマイル。そう、怖いな。違う、どっから入る？ジャンプで入る、この。ジャンプで、足に乗ってもう一回ジャンプ？絶対転がらないよね、ジャンプまで。え、台座まで転がれないよね。え、転がりで。転がりでさ、全然足乗るの無理だよね。あね。いいやん。うん、多分無理。ジャンプで、ね、ジャンプで入る。この辺かな。あね。危ない。ほっ。おお。ほっ。おお。今行けそう感あった。今あった。あとね、弾は半個分いけるわけだ。ああ。だよー。こんにちは。この辺かな。ステージ4クリアもなんかもう見えてきたのか。ここラストセクション？うん、そうだよ。ちなみにブルックここで止めることを覚えておいた方がいいよ。え？え？あ、くそ。なんでそういうグリッチ見つけれるの？グリッチじゃないよ。え？え？こうして、おお。こう。全然無理なんだけど。あ、やばい、見失った。あの例を。たまにある。あれ。あ、どうも。金時ベッドうまくね。成功率上がってるの怖いんだけど。あ、これはまる。くそ。あ、いやでも全然。くそ。ベッドと炭水に分かれてるのおもろいな。うわあ、だだ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 。よし。やべ、そこ行きました。もう2時間経ってるよ。やばい。気づけば。ああ。立ってる？気づけば。まだギリ立ってない。回復もらった。あと30秒ぐらい。気づけば世界中探しても見つからない最高のボロボログッズだ、おいえ。あと1時間やってもできる気しないけどな、これ正直。マジでほんまそう。いや、でもだんだんマジで上手くなってる、ね。まあ、あと1回。なってるけどさ。あと2回なのか、これもしかして。あと2回か。それ、この先行ってもさ、あの地獄が待ってんだよ。やつらの。いやこれ、ね、地獄でもないよこれ。あ、そっちなのぜ。うん、全然これはね、なんか普通にうまさの問題なんか。これね、めちゃめちゃ練習できる。他人をどうこう言う気にはならない。そうだ。でも多分あと10分とかでも無理だな。無理ってことないけど可能性は薄いな。じゃあ終わってきますか。じゃあラスト3回。ラスト。3回チャレンジ。じゃあ死ぬだよ死ぬだよ。じゃあ回復取らずに今から。死んだら終わり。俺旗残ってんだけど。なんかポーよりみんな頑張ってる、ね。うん、なんかね、なんか地味にさ、ね、進捗感じるのが嫌だわ。そうなんだよ。なんかもうベッド曲がっちゃったもん、これ。終わったら消えるやん、この今さ。もったいない感じしちゃう。これみんな次一人配信でやるやつだ、絶対やんねえ。え、マジでやんないよ。絶対やんねえ。ああ。お前だけだよ。明日5人ぐらいやってるわ。
キモすぎるだろ。本当にやらない。どんなグループでそれマジで。どんなスーとバンバンやっちゃうんだから。突きつけられてるだろ何かを。ストイックから大金が振り込まれていたみたいな。そうじゃないと別に掴むなマジで。これね他人の近くでやってるとねなんかどさくさに紛れて登れるんだよね。本当に？たまに。人組合に来てるでしょ。そう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 。はい、行かれた。どうなんだろう、これむずいのかな、これ。あっち、あー、この細いのが、エッグ。久々に来たね、エッグ。あー、早いさ、もう。こんな辛い思いするぐらいだったら引き出しで頑張った方がいいよな、これ。あ、マジかよ。引き出しが辛くないっていう根拠は。あ、死んだ。ちなみに引き出しの方が、あの、上達度合いはある。本当に？連打するだけじゃないですか。いやいや違うんだったよ。970じゃん俺も。もう勘違いそれ。それが勘違い。連打すればいいっていうのが。死ぬんだけど。ずっと左足のコンコンコンを聞こえる。コンコンしてる。やばいやばいな。引き出しカンカン実況。楽しいからこれの。ステージ1やってた頃は楽しかったな。あれ？ギャー！あーその今見たの。え、なんで見せた今。最後のジャイアンプ。ステージ1、2ぐらいが一番おもろいかもしれない。まずい、わーって。ああいうコースをいっぱい作ってほしいね。ぜひとももうちょっとね、じゃ急にインフェイスゲームのないのが。いけそう、いけそう。ファイナルから始めたからこうなっちゃった。そういうことか。あいや、そんなことない。そんなことない。あー、HP あと23だ。頼むみんな。俺の分まで。あと11。そうそうだ。4。さよならだ。じゃあな。じゃあな。あーあーあと回復取っちゃうんだ。やってられっか。もうやっちゃってるって。やってられっか。終わんねえこれ。もういい。俺も行けなそう。引退者としてみんなを見守りに行くわ。見守り卵。あれスマイルは？ん？いや椅子。ああ。スペクテーターやるわ。高速運動なのやばすぎる。ああ。ああ。辛いね。あおおおおおおおショートカールートえこっちの方がむずいかもよなんでこの額縁に乗れたいわあーそっちゃったやべえなここさ何してんの実はこの窓ガラス割れたりしてんこの辺なんかさなんか行けたりしていや俺と同じこと言ってないこれでさ、でもこの額縁乗れたら全然これでどう外側は可能だな、これ何人も重なってさ一回ステップ挟んで飛べなくなったあー、飛べないんだ、床じゃないとマンゴの上じゃ飛べないブルク見てこれ見ない見ない見ないなんか3人ぐらいでゴリゴリ体寄せ合って当たり判定の吹っ飛びでそれでいけんのこの辺の中この辺の中いや、飛べない飛べないえ、どこにいるの今それ引き出しあっ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 壁走ってるって今生きてるの誰俺なんかさキレンの死体メンタル的には死んでるよ取っちゃった取っちゃって回復しちゃった俺死んだ地下で遊んでるかあまあ終わるか終わるかここが俺の墓場です。はい。墓場補給をした。まあ生きてる人ないのも。まあ240体力あるけど。まあ生きてはいるけど。虫の息か。うん。あ、終わるか。終わるか。終わるか。いやー、水準が。むずいわ、このゲーム。いや、マジでむずい。なんかポゴとかの日じゃないかもしれん。なんか、そう、なんかちょっと違うむずさがあるね。なんかね。なんか、イライラしてくる。そうだね一気に5コンボぐらいしないと進捗ゼロになるからゼロは100だからこのゲームあーそうね辛いねあ取れたこの鹿の頭乗るぐらいの難易度をずっとやってほしいあじゃあ終わりますかはーいおしまいだよ卵だったよ卵だった卵でした卵気持ちいい次会いましょうもうやりません